2分じゃあ、間キカョウントレ始まりました。はい、2分間カウント始まりました。はい、ー、2分間カウント始まりました。はい、2分間、はい、カウント始まりました。2分カウント始まりましたと。じゃあ俺53分に出るから、そのさ、一旦じゃあ聞いていい？そのまず2分ってどういう2分なの？いや、普通にこの後なんか寄ってて、ダチがね、いんの今だから普通に遊んでるから。伝えきれないメッセージ、痛い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 、惚れるだけじゃ物足りない、ダメだろダメだろダメだ。え、どうしたの？え、ごめん、あのね、途中でちょっと電波悪くて普通に聞こえなかった。あ、うん、もう一回やるじゃん。もう一回やろうか。じゃあごめん、じゃあ、じゃあ俺が何してんのってか、本当に。な、2分で。おいよーえいよー、お疲れお疲れ。俺、2分で、だ、54分に当てるわ。オッケー、3分後ね、それ。まあいいや。うん。あのね、あ、2分の理由、あのね、友達が今いてね、遊んでんのよ。ああ、なるほどね。エッセイ、人気すましちゃエッセイ、惚れるだけじゃ物足りない、あがれるだえ、電波悪い。え、電波悪い。じゃあもう一回やる？電波悪かった。いや、今ウェーイってやった俺。ああ、よかった。うん。がや、大丈夫か。大体。なんて？あ、電波悪いっぽい。どうもやっぱ。あ、ごめんごめん。普通にごめん。なんかちょっと。あのさ、なんでその2人はさ、だいたい一緒にいない？いや、普通に近いから、まあ、普通にそれで居候ござんすみたいな。ござんすござんす。あー、そういう感じか。俺は無理して、あ、無理してる俺がね。あ、キュートが無理してんだ俺がね。いや、俺が、あー、まあ、無理するよな、それは。大変だもんな、いろいろ。いや、俺がね。いいね、いい、いいよ。久しぶりだね、コラボ。確かに。ケイちゃんとのコラボ、久しぶりだわ。ね。なんなん、マジでさっきから二人笑ってるけどさ。ケイちゃん。楽しいじゃん、久々に会えて。ね、会えて、まあ、だけどさ、最近会えてなかったじゃん。そうそうそう。つか、いつ会えるのかなと思って、次。いつ、近々予定合わせて会おうぜ、普通に。うん、普通に会おうぜ。な。あと6分でダチの誕生日じゃん。やば。マジで、遠隔で祝おうぜ。で、あと24時間と数分で、お前の誕生日じゃん。そうだよ。あんま、まあ、あと1日後とかでいいやん。ああ、そう。うん。だから24時間と何分みたいな。感じ、これ、バンするんじゃない？来そうやな。歌ったから俺。うん、だから普通に、ダメって多分。え、だからでも6分耐えれば、で、俺らが誕生日祝って、うん、でそれにメンションして、TikTok とか、まあ、インスタストーリーとかで、もう届くんじゃないかみたいな。お前、天才。うん。天才やん。天才肌。お誕生日プレゼントはだって。あの、お誕生日プレゼントはって。俺らの愛っていうか。ああ、そうか。ノアにはもっといいのあげる。うん。俺ら話したんだけど。うん。あ、俺らの愛っつうか。ちょ、まだ言うなよ、それ。嬉しいわ、本当に。うん。なんかやっぱ物ってよりか、やっぱ愛っていうさ、いつでも表現できるじゃん。なんかやっぱアーティストやん、感性、ね。表現者やん。アーティストの鏡。ね。気持ちっていつでも表現できるじゃん。だからこう、うん、ファンの方とかにも、ちゃんと気持ちを伝えていって、より未来を築けたらな、みたいな雰囲気出してたけど。うん。どうした？これ何ライブ？
そう、ちょっと繋がんもん、今日。どうしたの？なんでライブしてんの？普通に。清水飲んだの？なんて？行ってねえ。あ、そう、ごめん。飲んだ、まあ、その飲んだ話はまあ、さておきね。行って、そう、さておきして、うん、なんでやってんの？普通に気になっただけ。うん、ガチの誕生日までカウントライブってこと。え、なんでやっちゃダメ？インスタライブ、俺。確かに、それはあんま良くないかも。やっちゃダメとか言う。なんか、理由を聞かれることがあんまなくって。え、そんなに大事なのかな？じゃあ、反抗期スイッチ、デコジワぜ。デコジワが。そんなに理由大事なのかな？いや、普通に、ノアの前のやつ。普通に俺は、ノアナのみんなと会話しちゃって、インスタライブをしてるんだけど。理由なんているのかな？理由なんて必要あるのかな？だっけ？なんだっけ？あれな？なんか、なんだっけ？あったね。あったな。あの、あれな？なんだっけ？あっこ！なんだっけ、違う、なんだっけ、ん、りんちゃん、りんたろ、違う、なんだっけ、ほら、今年初めのインスタライブじゃないわ、インスタライブかの時にほら口滑らせたじゃん、眉毛太話聞いて、普通に話聞けよ、お前いい眉毛、え、眉毛普段からもそうなんだろうね。俺が多分一生懸命いろんな話してても、あ、眉毛太いなぁ。そうだよね。うん。って、多分話聞いてないだろうね、多分俺の。うん。まあ、いいけど、それは別に。じゃ次いつ会うよ。今日？今日？今日って言うの？今日って言うの？うん。ノアがね、最近ちょっと忙しすぎてるわ。そう、俺も最近忙しくて、普通にこの前ドライブデートとかしか行ってないから、ノアと。ああいう時間しか開かないもんな。そういえば忙しい。俺もだからその仕事で行ったんだけど。まあでも 誰かさんも、はい、誰かさんも誘うたびやっぱダメって言われるから、普通に。いつも。で、一応、その、ね、あの、砂浜に、レッツブルーム、書いてるね。熱っ。で、アイスか？檜山雄星、黒島拓海って。アイスか？でもちゃんとこう、あ、意味がね、こう。え、はい、アイフル？で、こう、ちゃんと海がね、潮が引いてたのか、うん。で、ちょうど満ちてるところのラインがあって、うん、まあ、朝にはこう、また戻ってるだろうってところに書いてたっていう、はい。で、伝説の本当、期間限定だったんだ。そうそうそう、期間限定の砂浜グループ。多分誰にも見つけられないぐらい。でも、まあ、そういうのを大事にしていきたいなっていうのはね、思ったよね。ね。あと1分じゃないですか。8秒。5、4、3、2、1、ハッピーバースデー！まだです。あれずれてんのか、あれ。まだです。多分ずれてる、結構。5、4、噛んでるね。3、2、1、ハッピー、3、2、1、3、2、1、ドカン、はい、5、4、3、2、1、ドン、5、4、3、2、1、やー、おめでとう、おめでとう、ハッピーバースデー、タカハミ、フミフミ、すいません、ハッピーバースデー、嘘、ハッピーバースデー、Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Takafumi! Happy birthday to you! すてきな一年過ごしてね。これがね、間接的にも、まあ、直接後でもね、送りますし、はい、間接的にもなんか、高文だけでなく、
犬の方に届いて、あ、高文に誕生日になったんだなっていうのも知ってもらえたら、それはそれでみんな幸せかなっていうふうに、それはそれでビンビンじゃん、うん、思います。僕も本当に、でもそもそもそれってさ、君次第だしさ、まあ俺は別に興味ないっていうわけでもないんだけど、うん、俺たちだってでも動物でも、うん、まあそういうサプライズとかも好物じゃん、うん、旅行の状況ってどうする？では皆さん、まあ夜も深いことですし、はい、もうそろそろ、終わりたいと思います。結構ここら辺ぐらいまで深いんじゃないですか。結構深いね。じゃあだとしたら、うん、はい、またこうやって浅瀬に戻って、うん、なんかこうね、水遊びとかして、うん、まあ、夏が来て、うん、でまたそのまま春が来て、うん、で、冬が来て秋が来るっていう、うんうん、ね、あ、当たり前、当たり前のこと言ってる。いや順序おかしいや、夏が来て春が来て冬が来て秋が来る、ね、ごめんごめん。